N かけるガールズライキット。このコーナーは街に夢を描こう西鉄グループの提供でお送りします。ラブ FM ポップテープ、毎週日曜12時からは N かけるガールズライキット。このコーナーは西鉄グループと様々な人こと物の掛け合わせで生まれるストーリーをお届けしているオンラインマガジン絵の描けるの記事を私たち現役大学生 DJ が体験紹介します。はい、西鉄の N と人こと物の掛け合わせの描けるで N 描けるです。ということで今日紹介してくれるのは桑原優ちゃんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。早速今日紹介する記事はこちら。福岡空港内でも活躍する西鉄バス、その名もランプバス。ランプバス、ランプバス、ランプバスです、はい。福岡空港内で活躍するバス、ランプバスとは空港と飛行機を結ぶ搭乗橋、ボーディングブリッジが、設置されていない場所に発着する飛行機へお客様を送迎するためのバスのことです、はいはい。そのランプバス、福岡空港内で路線バスと同じ姿の西鉄バスが飛行機と空港ターミナルの間を送迎していることを皆さん知ってましたか？私知っておりました。知っておりました。さすが、はい、飛行機、はい、結構乗ったことあります。なんだ。そう、出発口がなんかちょっとだいぶ遠い番号だと、これはまさかランプバスコースかななんて思って、そう乗ってね、運んでくれるんですよ、ターミナルまで。乗ったことないんですけど、見たことはありますよ、走ってるよね。そう、はい。N かけるの記事では、福岡空港の、飛行機場内を走るランプバスは通常の路線バスと何が違うのか、空港ならではの特別なことがあるのではないかということで、福岡空港の飛行場に隣接する福岡空港営業所で聞いた詳しいお話を伝えています。はい。まずどうして西鉄バスが福岡、空港内を走っているの、疑問についてですが、はい、西鉄は福岡空港の運営にも携わっていて、ランプバスに関しては福岡空港を運営する福岡国際空港株式会社、フィアックから委託を受け、福岡空港内に福岡空港営業所を設置し、ランプバスを運行しています。なるほどね。いや、空港の運営にも携わってるんですね。それは知らなかった。いろんなことに携わっていて、はい、まだまだ疑問がありまして、です、ね、ランプバスはどうやって運行されているの？そうだね、はい。全17台あるうちの15台を使用しており、国内線国際線のお客様を送り迎えしております、ですが実は福岡空港営業所には運転士は在籍していません、そうなんだ。はい、福岡市内の各営業所から派遣され、空港専用の車両運転試験を通り、許可を受けた運転士だけが勤務することができています、現在福岡市内の自動車営業所に所属する運転士は約2000名、このうち空港内での運転資格を持つ運転士は約1割以下。おとっても狭き門ですね。難関だ。難関ですね。だって空港専用の試験受けないといけないってことでしょ。そうなんだ、運航できないですね。あのいろんな整備士の方とかも同じ、場所にいるから。そうですよね。普通にこうなんかバスとか自動車が走るように作られてない、そうだから難しいですよね。そこ行かなきゃいけないからね。ルート間違えたら大変とかも、大変、その試験を合格するっていうのもね、すごく狭き門です、はい。そしてまだまだ、信号一つない空港内でどうやって安全運行を守っているの、いやそうですよ ね、道路じゃないから気になるところですね、はい。空港内では飛行機が最優先なので、周囲をよく観察しながら安全運転を心がけているそうです、例えば空港や飛行機に関わる専門用語や英語の略称もたくさんインプットし、運転中に各航空会社から受ける指示にも備えて、常に集中力をキープしています、飛行機の運航状況に応じて臨機応変な対応が求められるので、常に周りの状況を注意して見て、各自が責任を持って安全運航を行っています、そう、確かに私結構乗ったことありますけど、急に止まったりすることがあるんですよ。
それこそ整備の車が前を通ったりだとか、それこそ飛行機 の発着が渋滞していてみたいなところもしっかりこう運転手さんが止まりますって言って止まって、だから結構違うところの空港は、うんうん、まあ、ちょっと小さめの空港の規模ですけど、うん、基本は歩いて移動することが大体は多いんですよ、そういう場合って、うん、でももうあのバスでひとっ飛びなので、うん、そうか、いやめちゃくちゃ楽だし、うん、あの飛行機から降りてターミナルまで行くときとかはもうすでにしっかりバスが3台ぐらいスタンバイしてて、お客様をこう待たせずターミナルに、いや嬉しい、そう絶対乗れる、すぐ乗れるんですよ、うん、そうめっちゃ良かった、いや、専門用語とか英語の略称も覚えるっていうのパイロットみたいな感じですよね、そうだね、パイロットさんが使ってる言葉をね、理解やっぱしてないと、まあ、確かに急に言われたら、うん、えってなるから、うんうんうん、なっちゃうね、そこもさすがなところですね、はい、はい、うん、この他にも絵の描けるの記事では、うんうん、ランプバスについていろんな角度から紹介しておりますので、うん、そちらもぜひご覧ください、はい、ということで今日の絵の描けるガールズライキッドは福岡空港内でも活躍する西鉄バス、その名もランプバスの記事を紹介しました。絵の描けるガールズライキッドはこれまで放送してきたアーカイブがポッドキャストで配信中です。ラブ FM のホームページからもお聞きいただけますし、 Spotify、ポッドキャストでも配信しているので、皆さんフォロー、そして過去の放送もぜひぜひ聞いてみてください。はい、ゆいちゃん紹介ありがとうございました。以上、絵の描けるガールズライキッドでした。